用しましょう。結構嫌われてるね俺ら。やば。いやーそこ入るとやらしいねマジで。待ってくれ。ちょっと決めた方がいいかも。無理やり30秒しか残ってない。後ろ一人19秒。早く早く早く。あーぶねーマジ でこれクラッチした時マジで気持ちよくないですか。俺これがめっちゃ楽しくてこのゲームずっとなんか触りたくなるんだよ。いや他のゲームよりクラッチができるゲームだと思いますので。いやでもバロン一緒か。なんかバロン上手かったらなんかクラッチできるんですよね。俺でもまあ初心者ですからよくわかんないけど、バロンはですね頭一発二発食らったら死ぬから、お互いにそれをなんか分かってる上で、その上で勝負してるから、誰がもっとそのプレッシャーをよく我慢できるか、そこがマジでキーポイントなんですよね。例えば俺はまあバロでよ 1v2 で2人から狙われる時はもう画面になんかなかなか綺麗に集中できないんだもん。ビビっちゃって。でもまあほらあのうちのチームの ラズさんとかなんかめっちゃ上手い選手たち見たら、二人からその同時に狙われる時もなんか冷静に頭一発ずつ狙ってるんですよね。マジでそれ不思議だなって。このゲームの心臓たちってもうなんか鉄で作られてるから。私は800でエイペクスは 1.2 です。オーバーチは800で 3.9 使ってます。韓国のゲンジがめちゃめちゃうまいプレイヤー。アクサル選手ってなんか感度ちょっと下げましたって喋りながらちょっと今 800dpi でオーバーチの戦士26ですよって昨日喋ってるの見たけど耳がわからん。800でオーバーチのインゲーム戦士26ってやばくないですか。そう26だって26 2.6 じゃなくて 2.6 でも信じれるくらいでしょ。26らしいです26意味がわからん。あれってどうプレイするの26で。たまになんかびっくりしたりするときに、無理やりその手首に力が入っちゃうと、めちゃめちゃエイムが不安定になるんじゃないですか。そんなことはほとんどないってことでしょ。で、びっくりして、手に力が入りすぎない人は、もう、対戦士なかなかできないんだもん。全部まあ、マイナスしかないから。これは使えそうだな。チューン、ワコツタ。ワコツタって何の意味ですか？ワコツはフリーよな。おい。優しく書く。優しくコメントしてくれよ。ああ、配信してくれてありがとうの意味か。あれ、どっから来たあの言葉ですか？ニコニコ？いや、で、こういうとこってさ、俺今年的に34、35になりそうですから、ちょうど俺の年だと思うけど、懐かしいってなんか反応できない自分が憎い。もったいねえんだよな。もうちょっと早くニオニコればよかったな。毎回言ってるけど。目の前やるか。そこじゃないけど俺今またダウンさせた。敵がいたぞ。お尻ここ俺の出るよ。入った。30分に1回配信。ごめんなさい、俺ちょっと告白すると、皆さん、配信の後のあの感じの呼び方ってどうします？枠？あれが枠ですか？じゃああれはどうですか？あの、脇ポイント。人が枠場所って このマップならどこですか？みたいな、そのリスポンポイント？スポンポイントも枠って言うんじゃないですか？あの枠とは別ですか？あ、違うの。ありがとう。
どこの学園で勉強しましたか、皆さん日本語。ほんと羨ましいけど。君たち日本語上手くないか。俺なんかより 100% 上手いですから。ごめんなさい。うるさいんだよ、マジで。これ知ってます？配信者も自分の声うるさいんですよ。だからみんなマジでさ、いろんな意味で日本語が上手くて飯食ってるから、マジで。日本語が上手くできなかったら皆さん日本で飯食えないんですよ。だってお仕事ができないんだもん。それ無職にも関係ありますかって言われても、さすがにさ、無職も一緒なんですよ。ママご飯くださいって日本語で喋れなかったらご飯もらえねえんだもん。食べれねえんだもん。だから皆さん日本語が上手くて飯食えると思う。もうちょっと胸張って生きた方がいいと思います。俺はもう心の中から本当に皆さんの方がマジで羨ましい。多分ね、日本語が今よりもっともっとうまくできたら、もっといろんなことができたはずなのに。まだまだ全然足りなくてね。でも日本語ここだけだ。あ、まあ、十分でしょ。それで。それだけじゃなくて、日本語ができるから、それが本当にまあ、すごいことです。日本語のどこが難しいですか？さっきちょうどあの出てきたあれじゃ、あれあるんじゃないですか。枠枠。宮さんが言った枠と、俺が考えた枠が違いましたね。発音もそうだし、イントネーションもそうだし、いろいろあると思います。ご飯を食べるための箸と、道路の上の箸はまあ、また別の意味になるし。発音は一緒で別の意味になるのがいろいろあるから。単語はまあでも、どの言語を勉強しようとしてもまあ一緒なんです。いや、まだいる、まだいる。まだこっちね。あ、当たんなくね？あれ。どういうこと？お、えぐすぎだけど、なに、あ、ちょっと待って、マジで。マジでわからん、意味が。どういうことだ？俺のいるかい？ガシロ。うわぁ！うますぎだろ！腰打ち当たるのかよ。もうエイペックスオリンピック出ろ、もう。あ、出す。あと。ここね。見た今。俺殺意で聞きました今。怖くて心臓止まって死にました。当たんなかったけど。